こんばんは。おいしい。出た。でで。これなんていうの？ちくわパン？なんか名物なんだってこれ。北海道の？あんま聞いたことないよね。ね。本当かな。え、ちくわパン、まあ、嘘はつかないよな。聞いたことありますか、ね、聞いたことある。ちくわパンって4つもパン食べたら太っちゃうもん。いやね、いただきます。かわいいルンルンで食べてる。ねえ、スキップしながらパン食べないで。よいしょよいしょよいしょ。いただきます。髪はいつだ。ああ、待って、髪はもう散々になってた。もらってきました。ああ、紫陽花が。マジでハゲてるけどごめんね。アメちゃん系持ってって、ヘッチュン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 、アメちゃん系持ってって。夏のキスはずっと残る、日焼けがそばかすになるように、見つめ合ってごく自然に、唇から唇へと愛が伝わった。夏のキスはずっと残る、鏡のその中にうつぶってる。最後の挨拶をしましょう。はい。ということで、あ、ばAKB48卒業します。卒業します、卒業します。私、吉川七瀬は AKB48 卒業します。本当に自分の力で立つこともできないし、歩くこともできないし、なんかそんな状態でステージ立てるかなとかも思いましたけれども、もうこれを乗り越えた先にきっと素敵な景色が上がってるはずだと思って、みんなの言葉をこういつも見ながら、コメントとか見ながら元気づけて、このステージに立てる本当に素晴らしさとか、ファンの方がいてくださることの嬉しいなとか、ペンライトってこんなに綺麗なんだなとか、コールってこんなに楽しい、すげえこんな嬉しいことなんだなとか、なんかこうやってメンバーと顔を目合わせたりとかするのがこんなに楽しいんだなとか、なんかすごい改めて感じることができたから、なんか自分にとっては本当に良かったなって。まあその活動休止を機にちょっといろいろ考えて、今ここなんじゃないかなって思って。私だけじゃないもんね。来て、スペシャルゲストの。イエーイ、ヤッホー。 AKB48 チーム4の吉田可憐です。実はずっとここにいて、どんな配信を全部聞いてました。恥ずかしい。これ強くしていい？いいよ。だけど、あ、そう、ルンマの卒業発表のコメントが完璧すぎて、 あの後楽屋に帰ってもみんなが完璧すぎたねって絶賛でした。完璧すぎるっていうコメントもおかしいけどもね。泣く暇もなかったくらいって言ってたもん。多分卒業した後に、まあ、SNS とかはねやると思うんだけど、ちょっと準備期間があるというか、ちょっとお待ちさせてしまうかもしれないんだけど、そう、まあ、そこで待っててほしい、本当にって
感じですね。だから本当に推しのままにしておいてほしいんですよ。もうこれを機にどっかあの他のメンバーに推し編しようとかってなんないでほしいんですよ。そうお願いします。もうこのままずっとあのなぎ推しでいてほしい、卒業後も。なのでよろしくお願いします。コンサートが終わって改めてなんか自分は何したらいいんだろうって考えた時に、もう次のねステップに進もうと思いました。